畑地加工株式会社営業開発部営業開発課課長の横山と申します。弊社はもともとですね、1950年に、バドミントンの、シャトルコックを国内で初めてプラスチック化をしまして、そこから会社が立ったということで、羽で立ったという意味で畑地という社名になっています。現在は主にシャス成形、それからブロー成形という製法でプラスチックの成形を行っています。同じく畑地加工の高橋と申します。役職顧問でおります。光産業創生大学院大学、光産業創生研究科の、准教授をやっております沖原慎一郎と申します。専門につきましては、今回ちょっとありますようにレーザーを使ったというところで、レーザーそのものとかレーザー工学、それからレーザー加工といったところが、専門となります。今回応募したきっかけといいますのは、もともと私どもの会社はブロー成形が主になってまして、ブロー成形は外周にバリが出ますね。で、このようにバリが出るんですが、こういう製法がほとんどのもので、このバリをですね、今はプレスで抜いた後に内職工程へ持ってって内職の人に仕上げてもらっています。それが手作業でですね、非常にこう品質と数量がばらついて困ってます。なんとか物が合理化できないかということで話をしたところ、レーザーを使ってやった方がいいんじゃないかというアドバイスいただきまして、今回その経緯に至っています。ブロー成形はどうしても、製法上金型でこう樹脂を挟み込んだ時に、たい焼きのイメージですけど、外周にバリが出ます。これを成形工程内でナイフで粗取りをして、それで製品を取り出した後、さらに細かな、怪我をしないように細かなバリ仕上げをするような流れになっています。でそれやっぱり自動化をしたいということで、これまでロボットによる、加工、過去にもレーザー加工はやったことがあるんですけども、それ以外にもリューターで加工したりという取り組みをしてきています。ただ過去弊社が取り組んだレーザーにつきましては、当時は半導体レーザーを使っていたんですけども、光の吸収率というか、樹脂反射してしまってですね、黒色の材料は加工できるんですけど、色物の材料は、切れなかったんですね。それでいろいろと調査をしてきたんですけども、うまくできなかったのがこれまでの経緯です。先ほどお話にありましたように、レーザーを使ってやるということ自体については、このですね、樹脂を切断することというのは、既存の技術としてありまして、それ自体だけでやれば、少しできるだろうという話はあったんですけども、お話を伺うにおきましてですね、やっぱ生産工程において、やっぱ切断速度ですとか、それからロボットにですね、持たせてやりたいとか、そういったところを踏まえると、少しやはりちょっと難易度が高いなというふうに思いました。やはり正確なその投資だとかところに結びつけるために、3種類の光源を使って、3つの実験をするというところがあって、それが非常にまず大変でしたというところがあります。で、いくつかの装置においてですね、非常にちょっと幸運だったのが、一つ浜松工業技術支援センターというですね、今ちょうどこちら撮影使ってますけど、こちらにですね、非常に有望な装置がありました、レーザー光源がありましたので、まずそれが使えるというのがあったんですけども、それ以外にもやはり多分愛知県に行ってやったりですとか、別のところに行ってやったりというところで、まずそのレーザーを何回も同じ実験をですね、繰り返さないといけないというのがまず大変でした。でそれからさらに一番大変だったというか、プレッシャーだったのは、あんまり失敗しないように効率よくやらなくちゃいけないというところがあって、できるだけこうやっぱりですね、いい成果を出すためにちょっと準備とかをですね、それなりにちょっとしてやるというところで、そういうところは非常にちょっと気を使ったというところになります。なので内心うまく切れたときは、いや本当にもう安堵したというところがちょっとありました。まず色については2つちょっとアプローチをしてまして、ちょっと、失敗した方から言いますと、今までですね、使ってたものでかなり高出力のものをですね、例えばですね、専門的に言うと2キロワットぐらいのレーザーを使ってやったんですけども、そうするとそれはですね、もうドロドロっと溶けるだけで、その切断したというか溶解させたみたいな形になってて、なかなかうまくいかなかったというのがあります。
います。で一方で非常に吸収が高いレーザーというのがちょうどありますが、中赤外線レーザーというものがありまして、それを使ってやると、まあ、最大出力で、薄めのものを切ることによると、それはスパッとですね、きれいに切ることができたというところがありますので、そういったところで、その吸収率の高いやはり光源を用いるということで、その色の問題というのはクリアできたという形になります。こちらの工業技術支援センターにある設備、120ワットクラスでも、まあ、ある程度切れるようになったというところなんですが、ただそれでも実際試験をするときに、最初弊社から先生にお願いしたサンプルっていうのは、この樹脂圧が3ミリ4ミリぐらいのプレートをお渡しして加工したんですけど、やっぱり現存する2ミクロン波長のレーザー120ワットではやっぱ切れなかったんですね、それでやっぱり難しいのかなと思ったんですけれど、実際に弊社の工程でやるとした場合に、このバリを、取るところっていうのはそんなに厚みがなくてですね、1ミリ以下になりますので、もうちょっとこう薄い板厚のサンプルに変えてどこまでいけるか見てみようということで、1.5 ミリ厚ぐらいのサンプルをお願いして加工してみたところ、うまく切れたわけですね。あとはもうちょっと条件をいろいろ詰めてこれから研究する必要はありますけど、その加工の出力とあと速度のバランスで、うまく条件が整えばもっと綺麗に切れるのかなというふうに、今実感しております。この内職さんに出しているこのバリ仕上げがやっぱ非常に難しくて、私もやったことがあるんですけど、私みたいに慣れてないものがやると、これ一つ外周バリ仕上げするのに20分とか平気でかかってしまうんですね。全然値段が合わないですけど、今のレーザーの感じでいけば、まず成形工程内、成形を行っているサイクル内で同時に加工してしまう。そうすると今この鍵盤ハーモニカのケースの成形サイクルがだいたい3分ぐらいでして、このカットしたい外周の全体長さを見ると、約2500から3000ミリぐらいの距離があるんですけど、今のそのこれまで実験してきたレーザーの操作速度でいけば、その成形サイクル内で収まりそうですので、先ほど申し上げた素人がやったら1個20分とかかかるようなものが丸々なくなってしまうということで、中間在庫もなくなりますし、かなりそういった面では効率が良くなるということです。実際にトライアルをして最終的なその切断速度を達成することができたというのはですね、この今回作ったですねレーザーのユニットとあれ呼んでますけれども、レーザーの切断ユニットのおかげになりまして、これはですね、どういったものかといいますと、なかなか馴染みのない方は分かりませんが、金属のブロックになっていますが、こちらの方からレーザーが発信されまして、こちらに内蔵しているレンズを使って収光します。さらにそして就航したところにですね、高圧のガスがかかるように、このガスがですね、こちらの入り口から入れています。つまり、レーザーを照射すると同時に、溶かしたところをその吹き飛ばすというですね、ガス圧をですね、かけるという機構になっています。でこれはですね、この切断に特化した設計になっていますし、高出力のですね、レーザーを使いますので、それなりのノウハウを積み上げて、作ることになります。でちなみにこちらは本学の方で設計と、使用を、お伝えして、外注で作っていただいたものになります。でこれを使うことによって、たまたま出来合いでですね、やっていた切断のユニットではですね、できなかった速度がこれを使うことによってですね、2倍ぐらいにですね、速くなりまして、結果的にその、目標としていた3分以内という速度に達することができたので、こちらのおかげで切断することができたというものになります。できればすぐにでもその、今回の中赤外線レーザーの発信機を導入して社内でやっていきたいところなんですけど、まだ課題が残されていまして、そこはですね、今レーザーでこう加工ができるっていうところまでは確認ができたんですけども、こういった樹脂成形品っていうのは、どうしてもその寸法安定性が、100% ではなくて一個一個微妙にズレが生じるんですね。特にこういう鍵盤ハーモニカケースのように立体的な形状のものっていうのは、多少のこう反りとかそういったものも発生しますので、ロボットで正確に位置を教示して加工したとしても、この成形品そのものの寸法が微妙にばらつきますので、例えば、
本来であれば図面上では正確な位置をレーザー光が軌道をたどっていたとしてもバリが少し残ってしまったり製品をえぐってしまったりという可能性が大いにあります。なので次に必要なのはそこの、焦点距離をレーザー光の焦点距離を自動で調整できるような機構を作っていかなきゃいけない。そうですね、ただ加工できるだけではなくて社内で、工程の自動化をしていくためにはそういったものが必要になります。そこをまた沖原先生に相談しながら今進めているんですけど、やっぱりどうしても研究要素がありますので一発でうまくいくかどうかは分かりませんけど、目標としてやっぱ、3年ぐらいをめどに実用化を目指したいと思っています。その通りですね。時間的にはやっぱり3年ぐらいのスパンで考えて、あと今言ったように研究開発で時間と費用がかかりますからね、その辺との兼ね合いもありますので、どうやっていくかというのはこれからいろいろ詰めていかなきゃいけないと思いますね。まずはですね、畑地加工様の要望に対して、とりあえず曲がりなりにもその要望に応えられたかなというところで、まず安堵感というのが一つと、それから私自身としてもやっぱりその一つのこういった樹脂のですね、取り扱ったテーマというのが やったことがなかったので、それを扱えたというのは私自身の知恵にもなったので、それは非常に良かったなというふうに思っております。はい、私はこの ASAP 事業をやってみてものすごくいい、事業だなと感想を抱いているんですけど、これまで弊社もいろいろな研究開発において、補助事業、補助金申請と補助事業をやってたんですけど、よく近年、国としても取り組まれている産学官連携、もしくは産学官金連携と言われますけど、それがなかなかうまくいかないというのが実情あります。企業側、民間企業側の狙いと、こういった大学さんの求めるところと、やっぱり利害関係が一致せず、ゴール地点が違ったりするんですね。で、やっぱり企業、民間企業単独では、技術、ノウハウ、知識的に至らず、実現できないようなものでも、やっぱり大学さんの専門的な知識をいただくことで、形にすることができるものだと思うんですけど、実際には利害関係が一致せず、途中で終わってしまったりとかそういうのがあるんですけど、この ASAP 事業は大学さんが主体で開発をしてくださるということで、こちら民間企業としてはある程度受け身になれるのがすごくありがたかったですね。なので主体的に研究開発をしてくださって、それに対してこちらができるところをどんどんバックアップして連携を取って進めるというのはすごくいい取り組みだと思います。今後もぜひ広めていただきたい取り組みですね。結局中小企業、我々の会社みたいなところが研究事業を取り組むということは非常にやっぱり時間とかですね、労力かかりますので、そういった意味では今回大学さんが参加していただきまして、そちらが主体的に動いてくれましたので、我々とってみれば非常に任せられるということで、研究事業も本来は自社でやらなきゃいけないことなんですが、なかなかできないというのが実態ですから、ASAP というのは非常にいい取り組みじゃないかなと思いましたね。